こんにちは、デリッシュキッチンです。本日は極みタレ3選のご紹介です。まず生姜1かけをみじん切りにしましょう。ネギ10センチもみじん切りにします。ボウルに生姜とネギを入れ、砂糖大さじ1/2、お酢、醤油、ごま油それぞれ大さじ1を加えて混ぜ、香味醤油だれの完成です。白いりごま大さじ1、砂糖小さじ2、味噌大さじ1、水大さじ1、一味唐辛子少々をボウルに入れて混ぜれば、ごま味噌だれの完成です。最後は塩レモンだれです。ニンニク1かけをみじん切りにしましょう。ボウルにレモン汁大さじ1、塩小さじ1/3、胡椒少々、ニンニクを入れます。オリーブオイル大さじ2を加えて混ぜ合わせたら完成です。様々なメニューに合わせてお楽しみください。以上、デリッシュキッチンでした。